メリッサです。今回はタイムスリップ第3弾が登場となったので、こちらのガチャを30連回してから累計も終わらせたので、累計開封の方もしていきたいと思います。今回の TS 3弾のメンツどうでした？結構内川選手とか、あと浅村選手とか、結構なんかサプライズというか、あとレアード選手とか西勇輝選手とかね、他球団で活躍してる S ランクの選手、1軍の選手たちが結構タイムスリップで登場してるなっていった印象です。僕の世代的にもね、結構ドンピシャな選手が多くて、超大当たり選手はいないにしても、なんか全体的に当たりが多いなという印象があります。まあ、他に期待されていた金子千尋選手や中地や、あと松井和夫選手、あと小笠原選手とか、その辺の選手が出てこなかったので、ちょっとしょぼいなって感じてる人もいるかもしれないんですが、まあちょっとその気持ちはわかりますね。まあ、全体的に当たりは多いんですけど、超ズバ抜けて必須な選手ってのは、まあ人によるかなといった印象です。まずはこの12選手の中からリアタイで使える強選手をピックアップして紹介していきたいと思います。リアタイガチ勢ならではの目線で解説していきますので、ぜひとも飛ばさず最後まで見てくれると嬉しいです。まずは、まあ、内川選手もちょっと触れておきたいんですけど、まあ、内川選手は期待されてた以上の強さでは出てこなかったですね。超阿部肥満塁男粘り打ちということで、特能が結構弱いですね。しかもパワー72、レフト D ということで、ちょっと内川選手は使い道に困る選手ですね。超阿部肥に広角打法を持っていればかなり強い選手だったんですけど、まあ、ホームランが少ない年の査定になってしまっているので、ちょっとパワー不足は結構否めないんじゃないかなと思っております。続きましては浅村選手ですね。浅村選手、これ楽天版から継承した方がいいですかっていう質問がもう絶対に飛んでくると思うんですけど、この浅村選手に継承させる必要は、まあ、全くないと思います。表捨て数値的にもそんな変わらないですし、守備捨てですね、守備が上手くなってるなら継承してもいいかなと思うんですけど、楽天時代の守備とね全然変わりませんので、はい、浅村選手は継承させなくて OK です。ただ3600以下、去年以前の浅村選手を持ってる方は喜んで継承してもいいと思います。続きまして阿部選手ですね。まあ言わずと知れた最強キャッチャーなんですけど、ちょっと難しいんですよね。何が難しいかというと、この阿部選手は最強キャッチャーなのか問題っていうのがありまして、まあ、もう個人的には、まあ、田淵さんとかノムさんが超大当たりキャッチャーだと思うんですけど、もうひょっとしたら阿部選手もそれに匹敵するぐらい強いんじゃないかなと最近思っております。スピリッツはね、もちろん最新なんで阿部選手が勝っていて、でミートパワーも、まあ、かなり高くて、まあ、パワーヒっていうのは劣るんですけど、まあ、守備はどうでもいいですね。キャッチャーでパワーヒにこれアベレージヒッターついてるんですよね。田淵さんとノムさんはアーティストっていう特殊能力は持ってるんですけど、ミートをガツンと上げるアベレージヒッターという特殊能力は持ってないんですよ。しかもアベレージヒッター使ってる人ならわかると思うんですけど、まあ、僕前田智則選手のアベレージヒッター版を使ってるんですけど、アベレージヒッターって結構打球に補正がかかるんですよね。まあ、広角打法みたいに強い打球が飛ぶってわけじゃなくて、アベレージヒッターはちょっとカーソルがずれてもヒット性の当たりが飛ぶんですよ。まあ、ヒット性の打球が出やすいと表記されてる通り、ってことを考えると、結構阿部選手も、まあ、最強キャッチャーに近しい田淵選手やノムさんを持ってなければ、この阿部選手を獲得して1試合丸々使うっていうのもひょっとしたらありなんじゃないかなと思っております。アーティストじゃないっていう点は、どうなのかなって思うんですけど、やっぱこの上2つの特殊能力が強いですね。まあ、星という特殊能力が、まあ、広角とまでは言えませんけど、まあ、チャンスとか初球とかローボールヒッター、ハイボールヒッターとかならもっと強かったなっていう印象ですね。続きましてヤクルトの池山選手かな。ここも難しいんですよね。アーティストもショートで守備の上手いアーティストといったらこのね池山選手なんですけど、まあ、坂本選手と天秤にかけたとき、最強ショートと言えるかどうかという問題に関してはちょっと難しいですね。正直坂本選手が強すぎるんですよ。守備 A のミパ A の、広角打法を持ってる坂本選手とこの池山選手を比べると、安定感で言ったら坂本選手の方がちょっと上なのかなと思います。常に発動する特殊能力は坂本選手2つ持っておりますので、パワーヒッターと広角打法に対して池山選手は、まあ、チャンスという特殊能力はね強いんですけど、発動条件が限られてしまってるんですよ。特殊能力得点圏にいないとやっぱ上がらない特殊能力ですので、あと走塁ですね。走塁はもう個人的に大嫌いなんで大嫌いと言ったら嘘ですけど、まあ、次の塁に進むよりアウトにならず後ろにつなぐのがめちゃめちゃ大事な野球ゲームですので、
この走塁っていう特殊能力は果たしているのかと言われたらちょっと厳しいところありますので、まあ、でも坂本選手、最強坂本選手をと肩を並べるぐらい強い選手だと思いますので、今回池山選手を狙って走るよという人は多いんじゃないでしょうか。中地と比べるとね、守備が圧倒的にいいので、個人的に中地よりは池山さんを推したいと思っております。それでですね、僕の一番の狙いはこの西勇輝投手なんですよね。e スポーツで12球団別の大会が開かれるということで、また改めてね、西勇輝選手オリックス純正の動画を撮りたいと思ってるんですけど、とにかくオリックス純正、オリックスの選手をかき集めたいということで、この西勇輝投手先発ローテに必須だと思いますので、30連で狙っていきたいと思うんですけど、諸事情により、30連先に引いちゃったんですよね。もう、大学が5時まであったから、もう先に引くしかないって思って引いて、で、帰り道に累計を終わらせて、累計はプレゼントボックスにあるという感じです。なので、30連の結果を垂れ流しておきます。どうぞ。はい、こっからアフレコなんですけど、大学が夕方5時まであると、もうめっちゃきついわ。もう、5時、もう6時に帰ってきて、もうそっからガチャ引いて編集してってやると、もうめちゃめちゃ大変なんで、うわ、もうこれ大学でガチャ引いて、累計回収を動画にするしかないということで、累計回収はね、リアルタイム実況になってますので。結構この30連は、いい引きできた方なんじゃないかなと思います。ネタバレはなるべくしたくないんだけど。ということで、最初の10連は飛ばずと、飛ばないんかいということで、A ランクが2枚出てくれたのは、いいでしょうということで、もちろんね、一番の狙いは西勇輝投手でございます。今まで純正をね、全くやってこなかったので、西勇輝投手取らないっていう選択肢は正直取れないので、西勇輝を先発ローテーションに入れたいということで、引いてるんですけど、大学で、授業中だったんですけど、あんま大きい声言えないですけどね、はい、授業中に引いた30連でございます。なんで金曜日にタイムスリップが来てくるのかと、マジ金曜日だけ帰りが遅いんですよね。なので、もう学校で引きました。はいと、なんかもう渋いですね今んとこ、イベントボーナス的にもね、浅村選手とか内川選手とかは極めて持っているので、継承してイベントボーナスを上げるっていう手が取れるんですけど、これじゃあ何にもなんないということで30連目に入っております。ここで狙い引けないと結構きついですよね、タイムリスリップ3段って、ということで、そろそろ話すことがなくなってきました。30連目です。はい、笑わないと。演出がクソ渋かったですね。S2 枚引きとかしたかったんですけどね。はいはいはい、早くしないかなと見ております。で、10枚目、ここで阿部選手ということで、もう極みを持っていて、めちゃめちゃ最高の引きしました。もしかしたら次の大会で正捕手として使うかもしれないんですけど、画面録画が終わるかと思いきや終わらないと思いきや終わると。いや、どうでした？なかなか神引きじゃないですか。なので、もうウッキウキで継承してイベントボーナス上げてきました。それで累計をね、もう爆速で終わらせてきたんですけど、先ほど申し上げた通り、一番の狙いは西勇輝投手、とにかくオリックス純正を進めたいです。ちょっとこの契約書引き終わったら、ちょっとオリックス純正の現状というオーダーも見したいと思うんですけど、とにかくここで西勇輝投手。2番目の狙いは、池山選手とか、あとは、そこら辺が来てくれれば嬉しいですかね。池山選手、一番の狙いは西勇輝、頼む、お願い、来い。対戦ありがとうございました。いやー、やっぱり西勇輝投手ランキングで取らなきゃダメだよなー。ってことで、オリックス純正の現状のオーダーですね。また改めて動画撮るんですけど、ピッチャーはオールエースでやっと揃えられてるって感じですね。ピッチャーがオールエースで揃えられているので、オリックス純正で出ようかなって思ってるとこなんですけど、やっぱり、山岡選手先発でもいいんですけど、やっぱ西勇輝投手が先発ローテの一角に入ることによって、オーダーの幅が広がる。由伸中継ぎ、山本由伸中継ぎだったり、山岡中継ぎっていうことができるので、西勇輝投手必須かなと思います。まず選手が揃ってないのでね、このオーダーで簡単に上位は狙えないと思いますので、もっともっともっと強化していくべきかなと思っております。またね、T 岡田選手のスピ解放だったり、タフィーローズを極みにしたりしたいと思っておりますので、とにかく、
タイムスリップスタンダードのランキング頑張っていきたいと思います。ということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方お待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。